はい、では今日は、1月の27日の、夜ですね、大和実践会の終わった後の五代目所長です。皆様からお寄せいただいた、諸々の質問を、少し妻沢長に聞いてみたいと思います。最初の質問なんですけど、過去との向き合い方ということで、ちょっと長いメールだったので、省略してお知らせします。読みます。今日伺いたいのは過去のことです。ブッダの教えのおかげで毎日を温かな幸せな気持ちで過ごせるようになりました。昔より気楽にもなりました。苦しみしかなかった人生が幸せを感じるよう変わっています。ただどうしようもなく深く傷ついた、あるいは傷つけてしまった誤った選択をした過去が時々頭をよぎり、とても心が苦しくなります。きっと生涯苦しむ問題だと思います。どう向き合っていくべきでしょうかという質問なんです。それってもうまずいでしょうね、そういう過去の過ちなんかあってね、それを思い出したら生粋厳しい気持ちになるということは、それ自体はちょっとやばいんですね。まあもう、まあ、昔はバカでしたと結構バカなことも結構やりまったっていうふうに、これ気楽に取っちゃえばいいんじゃないですかね。でなきゃかなりやばいんです、うん、なんかきっと生涯苦しむ問題だと自分で決めちゃってます、うん、だから自分で決めてるんだからそうではなくて、この過去でいろいろ間違ったことをやったっていうことは過去にしてそれは決して恥ずかしいことではないし、誰だって間違いを起こしますから、キャメラに邪魔しないでください、このスタンドに飛んだりとかね、はい、だから誰だってこの間違いを起こしますからね。だから間違いは発見するフィッシュはありますね。それ人間にしかできない、うん、あ、これは間違いでしたと、それから気をつける、それしかやり方ないでしょうね。この間違いは一生過ぎていかなくちゃかんとかね、一生これで苦しまなくちゃかんって言ったら、これがかなり下手でものすごい危険な状態なんですね。だから答えだって簡単よ。誰だっていろんな変な間違いことをするんだから、自分もこれ間違い自慢すれば、他の人々間違い自慢あなたにはかなわない、私がやったほうなことなんかはっていうふうな感じでね、まあそういうふうな気持ちで、いわゆるアプローチでね、見てみれば、大丈夫やと思いますね。だからこれ、過去の過ちを消してやるという意味じゃないんです。そこは悪結果にならないようにすることなんですね。はい、ありがとうございます。次ですね、ちょっとこれ瞑想に関する質問ですね、うん、ご指導いただいている、観察をしていて、新鮮に思うことは、体の一部に痛みを感じ、それを実況中継していると消えていくものがあるということです。痛みが生じ消えるとはどういうことが起きているのでしょうか。執着と関係があるのでしょうかっていう、そんなに大げさなことじゃないんで、物事は生まれては消える、執着も生まれては消える、痛みも生まれては消える、何でも生まれては消える、それだけですよ。そんなに不思議なことないんです。この人にとってはそれが瞑想中にすごい新鮮な経験に感じたと思いますね、うんうん、そんなにあまり気にしないでって言うんですか、うん、まあそれで瞑想でそれを分かることは大事なんでしょう。頭では誰にだってそんなこと言えるんだけどね、でも人生にそこ入ってないでしょ、うん、物事は無常や消えるんだとか、偉そうなことは誰にだっても言えますけどね、それは生き方になってないから、瞑想してみると、そこは経験通して無常が出てくるんです。それはすごい立派な生き方なんですね。
神秘的な解説をやめてほしい、ね、それだけ。わかりました。で次、もうちょっと俗っぽい話で、タバコのやめ方というですね、仏教を学び10年近く経ちます。で理解もある程度あると思い、仏教を基軸として生きているのですが、タバコがどうしてもやめられません。吸ったりやめたりの繰り返しです。でこの方はタバコを吸うと調子が悪くなるのですが、ストレスだったり頭がすっきりしないと感じれば吸ってしまいます。止められるいい方法は、あとやめられるいい方法はありますか、よろしくお願いします。あれじゃなきゃやるかもしれません、キャメラに。はい、まあ、答えて無駄ですね、結局は。だってやめたくないでしょ、もともとやめてくれんだったら聞くなよと言いたいんですけどね。でタバコ吸ったらすごい調子が悪くなるってことも知ってるし、基本的には本人がこれやめたくはないんですね。だから調子悪くなったら、ちょっと機嫌が悪くなったらタバコにかくるよっていう気持ちがまだまだあるんだからね、ですから私にもそういうピチッとタバコを止めてやるアドバイスは言えないんですね、もうやめるにもやるにもやっぱり本人の気持ち次第でしょうしね。だからまあとにかくやめたいなと言ってくれればいろいろじゃあこうしましょうこうしましょうとね、というふうなことはできますけどね。だからね、まあ本数変えて、本数って言うんですか、はい、本数変えたりするとかね、減らすね、うん、本数減らしてみて、だから自慢する、今日は1本減らしまったよとね、これ1週間ももう今やってるんだよと、それから2本減らしてみるとかね、これ、まあ、10年計画になったらもう肺炎になって早く死ぬんだからそうではなくて早くもね、もう1週間以内で3本減らったとかね、1週間目で4本も減らしまったとかね、そういうふうにこの、まあ、自慢できるように挑戦するんですね。このなんて暗い気持ちではなくてね、じゃあやめてやろうという感じでね、そういうふうにタバコを吸うことも命に危険な挑戦でしょ、もう悪いと知ってるくせにやるんだからね、なんで逆がやるためにそんな勇気がないんですかね、健康にいいことやるために確かにね、冷静に考えると不思議ですよねだからタバコやめることも相当な挑戦であると思って、だから一本やめさせたことができてもこれ喜べばいいと思いますね、一本でも減らせたことを喜んで、それを原動力にして、はい、ありがとうございます次ちょっと個人的な、なんか瞑想会に来てた女性の方らしいんですけど、ちょっと先生に言い出せなかったということで、メールに行きました。ちょっとプライバシーに関することは変えてます。昨年の春に20代の、息子が、躁うつ病を発症しました。本当に辛いのですが、すべて人格向上の問題と捉え、自我の意見を抑え、息子に心を寄せてひたすら話を聞いてきました。そうしていると数ヶ月後に流れが変わってきました。息子さんは絵を描いていて、それで個展のチャンスをいただいたり、治療に通っている、ところでリハビリとして、アルバイトをさせてもらえるようになったりとか、治療費も免除してもらえるようになったりとか、まあ、そういうなんかいい傾向があったんですけど、ほっとしたのもつかの間、躁うつが悪化して週一のアルバイトにも行けなくなっています。アルバイトにも行けなくなってしまったと。で、まあ、そこでそのお母さんは、自分が良かれと思うことでも
まあ、本人が動かなかったらしょうがないので、まあ、手放して自分の心を清らかにすることに集中することだと思うのですが、それでいいのか、どうしたらいいのか分からなくなってきました。ちょっとどうしたらいいんだろうですね。だからまあこれ分からないんですね。まあ引っ越すばっかし言うと自分のこと自分でやってくださいっていうのはいいんだけどね、やっぱり人生って引っ越すばっかで成り立ってないでしょ、うん、自分の息子だからね。だから論理的には本人のやる気がなかったらね、はい、放っておけばいいんだけど、そうもいかないね結局は、うん、親子だからってこと。親子だからね、うん、親子でなくても人のことを無視してね、どうでもやってということはできないでしょ、うん、だからかえって人のことを心配するということは道徳の一環で一つでもあるしね、うん、心配してあげたから出て向こうを受ける側がね、そうですね、まるっきり無関心で反応しないと腹が立つこともあるし、うん、まあ命っていうのはそんなもんなんですね。まあ理屈は淡々と明確に語れますけど、実際生きる上ではね、そううまくいかないんですよ。そこを学ぶべきってことですかね、うん、実際は理屈通りにいかない。例えば子供にこういうふうな言ったりしましょう。あんた1時間以内で仕事宿題やって終わらないと、昼ご飯なし、晩ご飯もなし、うん、文句言うなよと、約束やと。で、リクエストは成り立ってるでしょ、子供を、まあ、1時間以内宿題がやると約束して、頑張ったところ1時間でできなかった、また遊んでしまったとかね、うん、それで約束でしょ。じゃあ昼ご飯もなし、晩ご飯もなしと、約束だけでできる、子供に食べさせないで自分で食べること、それはちょっとできなそうですよね。そういうことなんです、うん、だからあんな約束するなよではなくて、した方がいいんです、うん、ちょっと子供を脅してあげた方がいいんです。その方がやる気を出して勉強する可能性もある、うん、だからこの精密に理屈する人間をはめることは難しいんです。だから理屈で言ってもいい。それでじわ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 どこかなんとなくもう変わっていくだけの話なんですね。難しいんですよ。今のケースの場合でもね、やっぱりお母さん同士言ってることは正しいんでしょ。本人がもう自分で全部繰り返しちゃうともうどうしようもない、うん、で元に戻すことも本人の努力でもあるし、うん、一人孤独で生活しているんだから、親子関係がなくて一人一人が自分の幸福のために頑張らなくちゃいけないしね。だから子供が抱えてるんだからって幸福になることをやめたっていうことおかしいでしょ、うん、だからそちらは理論がそういう理論なんですね。子供がいるのはいるんだけど、自分が自分の幸福を目かけて生活しなくちゃいけない。論理的に個人は個人であるから個人の業があるんだから、個人はその自分の業を開発して豊かになってやがて下手に達しなくちゃいけないということは、純粋理論すると人のことを構わないよということになっちゃう、うん、確かに。でもそれは実際実行できるのかということ問題なんだ、うん、人のことを全く無視して、私は私の幸せのために頑張ると、成り立てないんです。これはこの場合でも成り立たない。例えば5人のグループがいる、はい、5人も
しっかりした仏教を理解している人々で、はい、個人は個人で努力して下脱に達するべきやと、うん、人のことは全く関係ないと、5年しっかり理解して一緒に修行してたっていうのはこの問題が起きるんです、うん、人のことは心配しなくちゃいけなくなる、うん、やっぱ心配になっちゃうんですね関係ない関係ないってことは慣れてたないんです、うん、ですから大阪さんおっしゃった通りね、最初から見透き芝居してね、親孝行であろうか他の生命であろうかいかなる生命であろうか意識しましょうと、心配しましょうと、それで具体的に助けるところは具体的に助けてあげろ、他は気持ち的に幸せやってほしいと思うだけで生活しなくちゃいけないんです。だからこの方もね、そこで適当に考えて、だから好きっきりで面倒見ちゃうところでやりすぎ、うん、完璧無視ってそれもやりすぎ、うん、その間で適当に考えてほしいんですね。わ、かりました、ありがとうございます。次ちょっとこれはあのなんとなく物の感じ方の問題で、自分には普通の感覚がないんじゃないかっていう悩みなんですけど、これは人間なら普通先祖への感謝があるというお話を伺って、自分は感謝を持っていなかったのでとても恥ずかしいと思いました。似たような話で、この問題はみんなできているから大丈夫というお話を伺うたびに、自分は そこそこができていないと感じることが多いです。学校でもかなり成績が良かったにもかかわらず、先生が冗談でここがわからない人はいないよなと聞いて、みんなが大笑いするようなところが全くわからないことが多かったです。また仏教の話を伺っているときに、抽象的なお話はすぐピンとくるのですが、日常の話だったり現実の話になると途端に頭が働かなくなります。もしかしたら私は人間なら普通ある感覚を学ばずに生きてきたのではないかと思いました。この問題を克服するにはどうしたらいいでしょうか。またこのような問題を取り扱った経典などあれば教えてほしいです。ちょっと自分は人と感じ方が違うじゃないかみたいな、うん、じゃあ猫でも飼ってみたら猫です猫でもリスでもね、なんとかね、まあ、命の波長を感じるでね、まあ、まあいうのダラダラ書いてない、私がそんなに、これ戦争でしたっけ、はい、先祖への感謝がある、うん、普通はあるんじゃないかっていう話、あ、戦争への感謝は普通にもないんでしょだから自分の妄想なんですね、この感謝しなさいって、それは全て教えられて学ぶものでしょ、うん、親を大事にしなさいということも教えられてあげ、教えてあげないとね、うん、親をバカにするんでしょ、どころした時点で、うん、だからこの感謝っていうことは学ぶものなんですね。本来は心にないんで、本来はすごい心がエゴイストで、自分の生存しか考えないんですね、うん、だから自分だけ生きればいいっていうことは現実的不可能だから、うん、一緒に行きましょうというねことは学ばなくちゃいけないんです。本来はないんです、うん、まあ試験でまたもうわからないこと言ってありますよ。みんな冗談言って笑ってるかもしれない。自分にはその冗談さっぱりわからないとかね、うん、自分にとってはもう楽しくてたまらない出来事は他みんなええと思うこと、まあこんなごく普通にあることでしょうに、だから好みは共通ではないっていう話でだけでしょ、それだけの話だ、うん、しかしもうちょっと優しくて
人の生命の気持ちを分かる理解できる人間になりたければまあ犬猫でもがってるしかないそれで自分の自由がなくなっちゃってね、犬のために一部生きて生きなくちゃあかんでしょ、うん、そういうふうにやってくると相手の気持ちを理解できるようになってきますよ、うん、はい、ありがとうございます、うん、まさかそういう答えが出てくると。あともう少しやりますね。無常であるものは苦である。これも瞑想中の観察の話なんですけど、食べる瞑想の際、口の中の味の変化を観察していると、味がなくなった時に楽を感じます。ということは、前にあった味は全て苦ということになると思います。また座る瞑想の際、妄想から現実の感覚に戻ると常に楽を感じます。ということは、妄想は全て苦であると思います。そこで質問ですが、この時発見した苦と、お釈迦様が無常であるものは苦であるという時の苦とは同じものでしょうか、という質問。まあ同じでしょう、先生。その通りです。うん、まあ、またたくさん発見しなくちゃいけない、それだけ。うん、一つの発見としてはこれでいいと、うんうん。まあそれでもかなり立派な発見でしょ。味がなくなったら楽を感じるということはね、相当立派な発見なんです。なぜならば、即世間では美味しいだから楽しいと思ってるんだけどね、こちら逆、美味しいだから苦しいんだよと発見してるんだから、相当レベル高い発見なんです。はい、その調子で頑張ってください。はい、ということで頑張ってください。次ですね、これはカルマの結果についての話なんですけど、物を食べて美味しいと思ったり、子供が悪いことをしてコラッと怒ったりするような普通の欲や怒りは、カルマとしてどのような悪い結果を現世でもたらすのでしょうか。またほとんどの人がトン人知で生きていて、悪いカルマを作りながら生きていると思うのですが、それでもそれなりに本人たちが幸せと感じながら生きている人が多いのはなぜですか、というです。それとその具体的なデータがない話ですね人はそんなに幸せと感じているのか、いるのかということは問題し、刺激は感じるんですね、トンジンチで、刺激感じてそれ幸せでしょうかね。だからプロレスラーがね、あれリングの中で試合やってるでしょ、はい、幸せですかねただ刺激を感じてるだけでしょ、すごい苦しいなのね、興奮してるって感じですかね、もう気持ちが上がるというか、だからまあそんなこと私が勝手に言ったっても、実際プロレスラーの気持ちは何なのか私は分かりませんしね、あんまり人のことそういうふうに思わない方がいいんじゃないかなと思いますね。一応日常、あの業っていうのは微妙にこの水みたいな感じで、この霧みたいな感じで、はい、もうたまることはたまるんだけど、だからもうすごい雨に当たった時とは違うでしょ、だからこの霧の中でそう歩くとなんとなく濡れてるような感じがしますけど、はい、家に入ってみたら全然濡れてないというね、大丈夫ということになりますね。でもガヨンと雨が降ったらこれ違いますね、中まで濡れてしまいますね、まあ業のあたりもそういうことなんですね、トンジンチがあるからで全て重罪ということになるわけじゃないんです。なんとなく湿っちゃうみたいな、それでもたまたま良いこともするんだからね、だからそこは乾いていっちゃいますよ、だから子供にコラって言ったら、まあ
これはちょっと怒りなんですけど、怒りでなくてもこらということはできるし、工夫次第でね。それから頓陣地できてるんだから、あえて考えて不頓不尽不知の善行為をする、うん、その場合意図的にあえてやってるんだからかなり力強いんです、はい、で毎日ずるずるとかの霧の中で歩いてるような湿ってるような感じと違うんですね。だからかなりそういうわけでかなりバランスは整えますよ。だから必ず意図的に善行為する必要はまずあるし、その中でも慈悲の瞑想しなさ、生命に優しくしなさという仏教の根本的な話があるんだから、まあ、みんな助かりますよ。多宗教の方々のことはちょっとよくわかりませんね。多宗の方々もこの隣人愛したりね、まあ、困っている人を助けたりすると、そこら辺で救われますよ。神に祈り分はすごい汚い気持ちで、頓陣地で悪行為になるんだけど、しかし神に祈る時でも神様はあの全ての生命を助けてあげてくださいとか祈りの仕方によって心は軽らけになる可能性もありますしね、神様に祈ってる暇があったら自分でなきゃやった方がいいしね。そういうことでこの神を信仰する人々に至ってもね、あのやっぱり隣人愛したりね、困った人を助けてあげたりいろいろやってますからね、そこでブッダの言葉では人間っていうのはこの感染悪苦黒になりませんし、感染白にもなりません。真っ黒にも真っ白にも真っ黒にも真っ白にもならない。だからみんな善悪をごちゃ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 やってますよと。だから、まあ、灰色状態でしょ、だから我々は灰色状態はいくらか白いに違う、色にしましょうよと。まあ具体的な答えとしてはそのくらいですか。答えとしてはそんな感じ。まあそんなところでしょう、はいはい、それとこれもちょっとメールで一行だけショートメールみたいな感じで来たんですけど、自殺と苦の解決ということで、私には生まれ変わりやあの世というのは分かりませんが、自殺は苦しみや苦痛の根本的な解決にはならないのでしょうかということなんですね。まあ生まれ変わりとかあの世というのがないと思えば、別に死んだらそれでリセットできるからいいんじゃないかということなんでしょうけど、生きるということは一つその試験だとしましょう。試験、はい、それでいろいろ質問が出てくるんですね、質問が難しくなった ところで指針放棄をして逃げると、かっこいいんですかね。わからないから帰ります。わからないから試験放棄して受けませんと、あんまりかっこよくないね、難しい問題もあるんだけど簡単に答える問題もあるし、それずっと人生終わるまで過ぎから過ぎようといろんな問題ね、答えていけばいいでしょう。答え決して全て正解になりません。だからあの間違った答えもあるし、真面目に答えたのに正解ではない場合もあるし、人生ってそういうものなんですね。だからそれを理解していないんだからね、だから自殺を決めちゃうんですね、そういう頭極端に悪い連中は。まあ生きることはずっと死ぬまでの試験ですからね、嫌でしょうにね、誰だってそんなね、毎日問題があって、毎日何か解決したら好きの問題がある、それ何とかしたらもっとものすごいと新しいとんでもない問題が来るとか、それが人生です。それをまず理解しなきゃいけないんですね。自殺することは
個体ではないんですね。だったら人類一遍に自殺した方がいいでしょう。そういうことになりますね。うん、はい、ありがとうございます。はいはい、あと掲示板に来てた質問一個だけちょっと取り上げたいと思います。般若心経の写経についてですね。写経を始めようと思うのですが、以前長老のご本で般若心経は間違いというタイトルの本があったと思いますが、間違いと思われるお経の写経をするのはどうなのかなと思いながら少し書いているのですが、これでは雑念が入っているようでいまいち面白くありません。もとより般若心経の深い意味など分かっていないのですが、心を穏やかに書くことで集中力と落ち着きが得られればいいのではないかと思っているのですが、何かちょっと引っかかるものがあるという感じなので、何か良い助言があればと思い質問しましたということなんですけど、だからまたこの神秘に引っかかってるんだからね、いろんなもう救われませんね。神秘捨ててくださいよ。あんな心経は邪教であって間違いであってもね、邪教するならば勝手に邪教すればいいでしょうね。だから邪教の決まりあるでしょ。だから行儀作法をよくね、文字はしきれいにバランスを整えて、はい、メスの中にこれを埋め込んで、はい、どうかね、だからいっぱい仕事あるでしょうね。それやれば気持ちよいと思いますよ。みんなバカで般若心経の摩訶不思議な力によって幸せになるとか、そんなのはありません。だから、ただそれ一つの芸術でもありますからね。般若心経はね、だから手本があるでしょ。で、それ見ながら、なぞってみるんだからね、一つの芸術的な行為でもあるし、だから、一つ一つ立派な作品にしようではないこと。例えば空という漢字をかっこよく書こうとかね、式という漢字きれいに書こうとか、そこで一文字一文字に楽しみと集中力を入れれば楽しくはなります。その結果はあくまでも心理学的な結果であってね、集中力の結果だって般若心経のうち偉大なる力ではないんです。写経すると何かそういう神秘的なご利益があるとか期待しちゃうとおかしくなる、でおかしくなるんですね。写経には力があったんですよ。写経はすごい大事な時期があったんです。昔はね、だから昔の写経した人々はすごい立派な、かなりのすごい服毒を住んでいたんです。今はそんな意味でちょっとした気休めで楽しみ通してやらなくちゃいけないんですね。今もコピペで済みますからね、情報を伝えるっていう意味では。ただこのなんかやっぱり間違いっていうの言われるとなんか引っかかってしまうっていうのは、まあ、気持ちとしては分かる感じがするんです、まあ、それはしょうがないですから、しょうがないね。だったら他の経典選んじゃえば、まあ大体般若心経ですけどね。般若心経が観音経もないか、延命十句観音経とか、まあいろいろそういうのありますけども、大体般若心経ですよね、まあそれは仕方ない。あるいは阿言経典開けて、そちらも漢字のこういうとこがあるでしょ、そこを一つ選んで写経してみれば、そうですね。今大蔵経のデータベースもありますから、そういうところから取ってきてコピペして写経してもいいかもしれないですね。で、まあそこで自分誰かね、字の先生にね、これちょっと模範のあれ書いてくださいと、頼んで、それから自分がそこで訓練するっていうね、方法もあります。よくなんか時々日本のお坊さんの中から言われるんですけど、例えばメッタスッターですね、あれのなんかその簡約して漢字で写経できるようなものがないかみたいな話を、まあメッタスッターはすごく毎日唱える経典だからね、でまた、まあ、バカバカらしいことは一つもないしね、それは簡約にしてね、写経するならば瞑想になると思います。どこか中国人の人がなんか訳してるかもしれないですけど、
訳してあるんですけど、私もそれ考えてちょっと松原さんに頼んで調べてもらったこともありましたしね、それからそうそうどんなふうに進んだか自分忘れちゃった、ね、その話は、うん、いやまあいずれそういう自供のメッタスッタの写経本でも作ればそれはまあいいことですよね、うん、修行になるというか修行になりますね、あれ意味ありますからね、うん、やっぱりこういう般若心経みたいになんか本当に意味があるのかなっていうふうに疑いながらやるよりはちゃんと意味があるお釈迦様の言葉を写経した方がいいでしょうと思いますね、うんうん、ベターですね、はい、ありがとうございました。一応解決策を提案しました、とりあえずこんなところですね。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございます。